ヤロスラフ・サイフェルトは、チェコスロバキアのノーベル賞作家、詩人、ジャーナリストである。オーストリア・ハンガリー帝国、プラハ市内のジシコフに生まれた。ギムナジウム在学中に試作を開始し、最初の詩集、涙の街は1921年に出版された。この年に彼は、チェコスロバキア共産党に入党し、その後共産党系出版社に勤め、ルデ・プラーボ。 ラブノスとスジテック、リフレクターといった新聞や雑誌の編集に携わった。1920年代にはカレル・タイゲラと前衛芸術集団デビエートスイルを立ち上げ、チェコスロバキアの前衛派芸術の代表的存在だった。サイフェルトの第2作目の詩集、電信電波の波に乗っては、チェコアバンギャルドの色濃い、タイポグラフィーと詩を組み合わせたポエティズムの 代表的な作品である。1929年3月、彼を含む7人の共産主義の作家は、チェコスロバキア共産党のボリシェビキ的傾向に抗議する声明を出したため、共産党を除名される。1937年、トマーシュガリグマッサリクの死去を受けて、マッサリクの偉大さを称える詩集、8日間を出版。1949年、サイフェルトはジャーナリズムを離れ、 もっぱら文学活動に専念するようになった。第二次世界大戦後は、彼の生まれた町、プラハや幼少期をモチーフにした愛国的な作品が多くなり、1954年のマミンカは代表的な作品となっている。彼の詩は1936年、1955年、1968年には国による重要な賞を受賞し、 1967年には国民芸術家の称号を与えられた。1968年から1970年まではチェコスロバキア作家連合の長を務め、1976年12月には検章77の最初の署名者の一人となる。1970年代から80年代の正常化の時代には地下出版で作品を発表し続けた。 1984年にはチェコ語作家として初めてノーベル文学賞を受賞したが健康状態が良くなかったため受賞式は欠席し娘が代理で賞を受け取った。これはとても重要なニュースだったが当時政府の影響下にあったチェコスロバキアのメディアはノーベル賞受賞のニュースを大きく扱うことはなかった。サイフェルトは1986年に亡くなり クロルーピーなどバルタボーの死鋭墓地に葬られた。彼の墓は死後も政府を批判する立場からの弔問者を阻もうとする秘密警察の強い監視下に置かれた。ビロード革命後、サイフェルトの数多くの作品は改めてチェコ国内で出版され続けている。ありがとうございます。